やばいよね。ということで今日はちょっと。くそちょっとそのウイルスもね、はい、結構やばいみたいなので、私も。よろしいですね。はい。まあ、と爪の間にすごい菌が入りやすい。はいはいはい。ですよ。なので、まあ、ピカジルをつけると、もう完璧ですもん、これはほんまに。はい、これで、しっかり、インフルも。はい、今日は、はい。はい、最近りょうくんよく出とるよな。見よる見よる、めっちゃ見よるんだけど。おかげさまです。はい、今日はね、りょうくんと一緒に初上陸、小島でございます。これ、このそうそうそう、りょうくんもやったらやってみたらこんなのでパッとなの。お、いいんだね。いい、いい、いい。前からね、また懐かしいんですけど、またちょっとジーンズストリートの街を撮っていきたいなと思い、きたいなと思います。で最近はね、うん、なんかインフルも流行ってるし、まあそうです、そう、やばいよね。ということで今日はちょっとこれ、うん、くしょーくしょー、ゲストに登場していただきました。ね、みーちゃんです。すごい。びっくりした。いつの間にも何事もなかったかのように登場してたけど。スーッとなんかね。今日の初めてのジーンズストリートということで一緒に来たんですけど、どうですか？でね、はいはい、まあ、さっき言ったようにちょっとそのウイルスもね、はい、結構やばいみたいなので、私もこう常備こうマスクをつけてるわけなんですけども、はいはいはい、うん、まあいろんな対策としてね、はい、あると思うんですよ。マスクとか手洗うとかうがいとか、はいはい、まあここちょっとトイレ手洗うとかあるんで、はい、ちょっととりあえず手でも洗います。あ、手洗います。あ、そうだね、そうそう、とりあえずちょっと手でも洗いましょう。はい。見て、ピカジェル、すごい。そして見て、ハンドソープ。これを持ってきてます。すごい、もう完璧じゃない。ほら見て、ハンドソープないじゃん。ほらね、そうなのよ。もう本当にこういうのは厳重にしないといけない。はい、じゃあ私、ちょっとりょうくんと一緒に手を洗います。じゃあ、まずは、こう、手を出してですね。はい。まあ、ハンドソープをつけます。で、手のひらに、まずは、こう、塗り込んでいきます。指輪とか、装飾品、腕時計とか、つけてる人は、外してから洗うようにしてください。はい、この指の隙間とかこう洗う人多いと思うんですけど、こうよくここのこの間の部分をしっかりと洗います。できればこう1本ずつこうやって洗っていくと、で私なんかはこのちょっと爪が長いんで、この爪と爪の間にすごい菌が入りやすいですよ。はいはいはい、なのでまあこういう爪の間とかもこうしっかりこうやって洗うような感じで、あとはこの腕、あ、腕もしっかりこう手首をねこう洗ってもらって、で、あとはもう綺麗にしっかり流します。綺麗に洗いました。はい、洗いました。じゃあできればこういうところで乾かすよりも、うん、まあ新しいペーパータオルであったりとか、まあ綺麗なハンカチで拭いた方がいいです。お、さすがハンカチを、はい、そう、しっかりしっかりこう水分を取ってもらうという感じですね。はい、これでコロナの対策、インフルの対策はバッチリですね。バッチリですね。バッチリです。バッチリです。
あとはまあ合わせてうがいもちゃんとしていただけたらと思います。でまあしっかり乾燥した手にヘピカジェルをつけるともう完璧ですもん。これはほんまに、はい、これであのしっかりインフルも対策できますし、ね、コロナも対策できますし、まあ、もう絶対大丈夫です。完璧です。大丈夫です。はい、ということであの皆さんあの、ね、最近はねあの流行ってるんでいろいろ自分で予防対策やってみてください。はい、これ何これ、しかもなんか全部柄違うし何個もあるよ。そういうジャーナルっていうか地方雑誌みたいな、こういうとこもあるよみたいな、あるじゃん、なんか表紙もあります、あります。でもよく見たら車もジーンズ色じゃん。そうそうね、うん、全く何の興味もないくらじゃん。いやじゃあ、ヨウ君、この服とか着てみたらいいんだね。あ、本当にこれですか、似合うと思う。しかも上下全部チーズっていう、この上も下もマフラーまでジーンズよ。いいっすね。いや、もうすげえおしゃれだと思う、これ。これしよう、ここで。あ、これしましょう。うん、着替える。待って、絶対着替えられないな。今持ってねえな。いい？あ、まあ、そんな感じで。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。